トヨタターセル、ターセル、ターズルは、トヨタ自動車が、かつて製造、販売していた小型乗用車である。1978年、昭和53年に、トヨタ初の全輪駆動車として誕生し、1999年、平成11年まで販売されていた。姉妹車にコルサ、カローラ2があり、日本国外にも、ターセルの名称で輸出されていた身がある。 初代と次の二代目は全輪駆動車でありながらエンジンを縦置きに搭載する、つまり後輪駆動ベースの四輪駆動の前半分を使用するような形という珍しい方式をとっていた。エンジン後方に置かれたトランスミッションからの駆動力はトランスミッションハウジングに内蔵されたプロペラシャフトで車体前方へ反転し、エンジンとトランスミッションの間にある クラッチの下に置かれたデフに達する。縦置きエンジンとした理由は、エンジンの整備性が向上すること、既存のオートマチックトランスミッション搭載に有利なこと、不登頂ドライブシャフトに対する、登頂ドライブシャフトの優位性とルクステア軽減などが挙げられた。また、FR 車に慣れた従来からのトヨタ車の顧客に、前輪駆動車の違和感を与えないようにすることも、このレイアウトを取った重要な理由の一つである。 しかし、エンジンとデフが上下に重なった、いわゆる2階建て構造となったシワ寄せが、車体デザインにも及び、ボンネット上面及び、側面のベルトラインが比較的高いプロポーションとな。室内では、全席中央足元にトランスミッションが張り出すが、前後方向の室内寸法を大きく取ることで、競合する横置きエンジンのホンダシビックや日産、パルサーに対抗した。 さらに後席からもホイールハウスを廃したため、4メートルをわずかに切る全長ながら2500ミ、mm、リメートルものホイールベースとなった。日本国外では安価でボディサイズの割に広大な室内空間が評価されて人気があったが、日本国内での販売はいまひとつだった。1978年、昭和53年8月トヨタ発の全輪駆動車として、 姉妹車のコルサと共に販売開始された。両社の違いは細部の衣装と販売店。ターセルがカローラ店とディーゼル店。コルサがトヨペット店の扱いだった。ターセルは2代目からビスタ店扱いに変更。キャッチコピーはロングロングターセル。1982年5月当初のボディタイプは4ドアセダンと3ドア、5ドアハッチバック。エンジンは縦置きを継承。 ホイールベースは取り回し小回り特性を考慮して 70mm も短くなった。姉妹車にはカローラ店向けのカローラ2も加わる。カローラ店向けのカローラ2が追加されたことでターセルはビスタ店の1000倍となる。ただし沖縄県にはビスタ店がなかったためトヨタオート沖縄、ゲンネッツトヨタ沖縄にて扱っていた。 女性使用者のキューティが設定された4代目以降はアベニュー。アベニューの名称は初代でも後期型で最上級グレード、ターセルは SE、コルサは GSL の特別使用者、ただし数量限定ではないに用いられた。コルサ及びターセルとカローラ2はそれぞれ基本構造や仕様は同じである。ただしこの2代目よりそれぞれのグレード故障に 明確な差別化を設けた。ターセルは VC、VL、VLQT、VS、VA となる。また、最上級グレードの 1500V にはデジタルメーターが採用されていたタコメーターのみアナログ式。1982年8月海外でラインアップされたステーションワゴンモデル、ターセルワゴンをベースにした初代スプリンターカリブが登場する。 1983年8月から3、ドアハッチバックを追加。特別使用車、スポーツ S 発売。1984年8月、マイナーチェンジで、フェースリフト、3ドア VS に、エアロパーツと60扁平タイヤ装着の、スポーツパッケージ仕様と4ドアセダンに4輪、駆動使用者追加。1985年1月から3ドア、 5ドアハッチバック特別使用車、VLQT 発売。1985年9月から4ドアセダン特別使用車、4WD、VL エクストラ、4WD ベイエクストラ発売。1985年12月から3ドア5ドアハッチバックの VLQT から発展した特別使用車、QT エクストラ発売。 1986年、昭和61年5月から4ドアセダンは、マイナーチェンジ。4ドアセダン 4WD のベイに、電子制御、サスペンションシステムトムズを搭載。3ドア、5ドアハッチバックは販売終了し、後述する3代目へ移行。1987年、昭和62年10月特別使用車、4WD、VL 特別使用車発売。 1989年、平成元年10月生産終了。以後、在庫分のみの販売となる。1990年、平成2年8月から4ドアセダン販売終了で、後述する4代目へ移行。1986年、昭和61年5月ボディタイプは3ドア、5ドアハッチバックとなり、2代目の4ドアセダンのみ、マイナーチェンジして、継続販売とした。 北米向けに限り2ドアクーペも設定。この2ドアクーペは後にサイノスとして発展する。前期のキャッチコピーは字の翼。また、2台目からのスポーツグレードは継承され、専用のリトラクタブルヘッドライト仕様となった。スターレットがベースとなって、エンジン予行機搭載の前輪駆動方式になり、ミッションも変更される。ホイールベースは2代目と比較して、 さらに 50mm も短くなったことで、小回りの特性が向上した。このモデルでも3ドア、5ドアハッチバックは、全車主要後期型全輪駆動方式となる。ガソリン車は、全車最致 C12 バルブ、1.3リットル 2E、U 型、1.5リットル 3EU 型、1.5リットル E ハイ 3EEU 型またこの3台目から、1.5リットルディーゼルターボエンジン。 1MT 型が加わり、全車主車型において、レーザーエンジンを搭載。1.3リットルについては 4MT、3AT 仕様となり、1.5リットルは、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにかかわらず5 MT と 4AT も、選択できた。グレード構成は、VC、VL、QT、VS、VX となる。VC と QT、VL にも、2は、 1.3リットルガソリンエンジンを搭載。VL, VS, VX には1.5リットルガソリンエンジンを搭載。VL, VX, VC にもには新設された1.5リットルディーゼルターボも設定。また、四輪独立喧嘩ペゲセスの標準化や GP ターボには電子制御サスペンショントムズのオプション設定があった。特別使用者の 1.3QT エクストラを 設定、電化グレード VD のエアコン、パワーステ付きを解読グレードとして、ジョイナス、ジョイネスを新設。ジョイナスは VC に準じており、1.3リットルガソリンエンジン仕様と1.5リットルディーゼルダーボ仕様。ミッションは、前車は 4MT と 3AT、後車は 5MT と 4AT が選べた。3ドア、5ドアに1.3リットルガソリンエンジン仕様、4MT、 3AT 設定の特別使用者、QTX トラジョイナス X トラをそれぞれ追加。ボディカラーは、ホワイトとソリッドレッドの2種、ホワイトがブルー内装、レッドはブラック内装となる。主な仕様として、季節グレードに対して、QTX トラが着材地記憶機能付きシートパワーウィンドウ、スペシャルエアコンカラードバンパー、加藤式電動、カラードドアミラー、カラードホイール、ブロンズガラス、 ジョイナスエクストラは、スペシャルエアコンカラードバンパー、加藤式、カラードドアミラー、カラードホイールとなる。1990年9月発表時のキャッチコピーは、ターセルゲームだ、オールマイティセダン。前期の CM 出演者は、つついた組。ボディタイプは、3ドアハッチバックと4ドアセダン。4ドアセダンは2代目以来の刷新となったものの、5ドアハッチバックが消滅した。3ドアリトラ、 1.5GP ターボは廃止され、全グレードのエンジンが DOHC16 バルブ、背面かつインカム A 化されるディーゼル車は除く。今回から4ドアセダンと共に3ドアハッチバックにも4輪、駆動仕様が導入された。当時の自動車業界の傾向や清掃から内外装の品質が高くなった。グレード構成は3ドアハッチバックで VC、ジョイナス。 アベニュー、VS、VZ、4ドアセダンが、VC、ジョイナス、アベニュー、ベイ、VX、VZ となる。グレードごとのエンジン構成は、1.3リットルガソリンが、VC、ジョイネス、アベニューに設定。1.5リットルガソリンは、ベイ、VS、VX、VZ に設定され。1.5リットルディーゼルターボは、VC、ジョイネス、VS に設定される。 トランスミッションは1.3リットルガソリンが 4MT、3AT と変わりないものの1.5リットルに関しては基準車が 5MT、4AT となりグレード3ドア4ドア VZ には電子制御 4AT のエクト S がおごられた。なお4輪駆動の設定はグレードジョイネス、VS、VX となる。4代目ベースの派生車種としてサイノスが発売された。 1992年4月特別使用車、3ドア1300ジョイナスエクストラ、4ドア1300ジョイナスエクストラ、4ドア 1500VX リミテッド発売。1992年8月マイナーチェンジ。キャッチコピーは、殺草ターセル。CM 出演者は、月光仮面、キャラクターに変更。前者。 前後バンパーが若干大型化されサイドドアビームが標準装備された。一部上級グレードには運転席 SRS やバッグの設定もあった。グレード構成の見直し、3ドはハッチバックが VC カスタムパック、VC ジョイネス、アベニュー、VS、VZ。4ドアセダンが VC カスタムパック、VC ジョイネス、アベニュー、ベイ、VX、VZ となる。 エンジン構成はほぼ前期型と変わらないが、ミッションについては3ドア4ドア VZ に設定されていた電子制御 4AT のエクト S に対して4ドア VX に追加設定1.5リッターガソリン車に電子制御 4AT のエクトが標準となる。1992年12月特別使用車3ドア1300ジョイナスエクストラ4ドア1300ジョイナスエクストラ発売 1993年5月特別使用車生産累計8000万台記念ニュージョイナスエクストラ、発売。1993年8月特別使用車3ドア1300ジョイナスエクストラ、4ドア1300ジョイナスエクストラ使用変更。ディーラー特別使用車の車種としても使用設定された。1994年9月キャッチコピーは、ちょうど小さいシンターセル。 CM 出演者は、前期は吉川ひなの、後期は大田ひろみ。ボディタイプは3ドアハッチバックと4ドアセダン。コストダウンを図るべく、基本コンポーネントは、先代からのキャリーオーバーとなり、先代より直線的でなおかつ合理的なスタイリングを採用。グレード構成は、3ドアハッチバック及び4ドアセダンのそれぞれ、ジョイネス、E パッケージ、ジョイネス、アベニュー、 VX となる。エンジンは1.3リットルガソリンを3ドア4ドア、ジョイネス、E パッケージ、ジョイネス、アベニュルに設定、また1.5リットルガソリンを3ドア4ドア、VX にそれぞれ設定、1.5リットルディーゼルターボの設定は3ドア4ドアジョイネスのみとされた。当初はフルラップ衝突対応の衝突安全ボディシースが採用されていたが、 1996年の一部改良より最新基準となるオフセット衝突対応の衝突安全ボディコアを採用。運転席、SRS エアバッグの OP 設定。4輪駆動車を1.5リットルガソリンの3ドア4ドアそれぞれジョイネス、VX に設定。トランスミッションは変わらず1.3リットルガソリンが4、MT、3AT という構成に 1.5リットルガソリンが 5MT4AT1.5 リットルディーゼルターボ 25MT4AT となったセダン前車ショルダーベルトアンカーハッチバック前車ショルダーベルトホルダー設定3ドア4ドアジョイネスに対し E パッケージを設定前後バンパーは無塗装1995年1月特別使用車1.3リットルガソリン 3ドア4ドアジョイナスエクストラを設定。1996年1月一部改良。全車に最新基準となるオフセット衝突対応の衝突安全ボディゴアを採用。運転席、SRS エアバッグと ABS が全車標準装備となる。これに伴い特別使用車、1.3リットルガソリン、3ドアジョイナスエクストラ L4 ドアジョイネスエクストラ L を設定。 1997年12月マイナーチェンジ、フロント周り、リア周り、シート生地式帳の衣装変更。全車にマルチリフレクターヘッドランプが標準装備となる。ボディカラーの見直し、それまでのスペシャルエアコン仕様に対して、ほとんどのグレードでマニュアルエアコンに切り替わっている。全車デュアルエアバッグ、フロントプリテンショナーシートベルト、リアシート用、ヘッドレストとリア左右。 シートベルト3点式の採用、グレード構成の見直しはなく、各、グレード、エンジン、駆動方式に変更はない。ただし、ガソリン全車、ディストリビュータレスの点火方式に、進化している。1999年特別使用車、1.3リットルガソリン、3ドアジョイネスエクストラ L4 ドアジョイネス、エクストラ L を設定。年月末オーダーストップに、 ともない生産終了。以後は在庫のみの対応となる。1999年、平成11年8月30日。ハッチバックは事実上のスターレットとの統合後継者にあたるビッツ。セダンはプラッツの生産へと移行したが、ビスタ店では該当に車種が扱われないまま、5代目を最後に販売終了し20年の歴史に終止符を打った事実上の後継は、 ファンカーゴに該当。2004年のネッツ店、ビスタ店統合時に、ビッツが取り扱い開始される。北米市場では、後継として、エコー、日本名プラッツが登場した。2003年3月、台湾でも生産を終了し、後継車種として、ビオスが生産開始した。英語の、はやぶさ、鳥から、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。